最初思ったのが、パンチ、マサトチャンネルと、ミクルチャンネル両方見させていただいたんですけど、ミット打ち、まあどっちかちょっと覚えてないんですけど、ミット打ちマサトさんがミット持ってパンチ教えてたじゃないですか。あの時なんか僕の感想ですけど、なんかこうぎこちなかったっていうか、なんか格好悪か打ち方がなんか教わってるせいか、なんかこうぎこちなかったんですよね。でだんだんこう気使ってる感じがしたんですよね、ミクル君が、ミクル選手が。で話してる時も、マサトさんの意見に対して、確かにっていう、この確かにっていう部分がちょっと気になって、多分その気ないんだろうなみたいなよくまあ自分らで言うところの、なるほどですねみたいなそういう雰囲気を感じたんですよね。でこう結構マサトさんってやっぱり現役離れて12年でしたっけ、ですごい努力されて、で成功者じゃないですか。努力ももちろんあるんですけど、でもともと持ってるものもあったんで、確かおふくろさんに水泳、もうそのお父さんに相撲やらされたりとか、おふくろさんにもなんか水泳をスパルタでやらされてたっていうのを、僕マサトファンなんで自伝本みたいなのも読ませてもらったんですよ。で、まあ、ちょっと成功者にちょっとありがちかなって思うんですけど、やっぱ自分の僕ボディービルとかフィジークとか好きなんですけど、やっぱり自分の成功体験をやっぱ人に言いたいんですよ。で押し付けるじゃないですけど、まあ昔、いにしえの昔からそうじゃないですか。おじさんが自分の成功体験、俺たちの頃はこうだったとか、俺はこうだったとか、年下のやつに言いたくなるじゃないですか。で僕はミクル選手というよりもマサトさんとか木戸選手よりの年齢なんですよ、今年40なんで。なのでこう成功体験とかを、僕基本的に後輩とか年下の背中を見て育ってるんで、あまりこう自分から言うことないんですけど、聞かれたことに対してしか答えないんですけど、まあ自分にもしね聞きたいことがあれば教えるって感じなんですよ。だから逆に聞きに行くタイプなんですよ、教えを請いに行くタイプっていうか、いつまでも年下でいたいんで、勉強していたいんで。だけどマサトさんとか世界取った人からするとやっぱりこうなんか言いたくなっちゃうんでしょうね。でミクル君も、確かにみたいな。でミクル選手はその YouTube にしろ、まあ、喧嘩にしろ、誰かに言われてやったわけじゃないし、自分が一番トップでやってきてるんでと思うんで、トレーナーつけるとか考えてなければつけないと思うんですよ。だから人のこう指示に従って、やっぱ自己分析もすごいと思うんですよ。八千くんと八千選手とやった時に、自分の癖とか分かってるから、自分を研究、分かってるって言うから自分を研究してみたとか、なんか自己分析もすごいと思うんですよ。でまあトレーナーついたところで、走ったところで、まあ甲斐選手の弟の甲斐選手は、まあ、ボクシング習ったりいろいろやったりしてるけどみたいな話してたんですけど、やっぱ習ったところで負けるときは負けるじゃないですか。そのボクシングでパンチに自信がつくようになって、パンチに頼っちゃうみたいな、パンチのばっかり練習してるから足出す癖がなくなっちゃったりとか、まさかのカーフキックでやられちゃうとか。だからその成功体験はボディビルもそうなんですけど、
食事系とかあるじゃないですか。自分に豚肉が合う人、牛肉が合う人、合わない人、魚が合う人、合わない人とか、ミクルはミクル、マサトはマサトなんですよ、おそらく。で、筋トレもそうだし、言ってたじゃないですか、140キロ上げたところでパンチの威力が上がるわけではないと。力、そのバーベル重りを上げるコツはつかむけど、格闘技に活かせるかどうかはまた別の話じゃないですか。バーベル競技やってればそれでいいんですけど、格闘技なんで、しかも総合と立ち技っていうことなんで、まあ教わるには教わっていいんですけど、使うかどうかはミクル選手次第だと思うんですよ。で、対談なんで、まあ相手のことも尊重するし、誰がゲストでも尊重して相手の話を聞くっていうことを、すると思うんで、さすがにね、元不良暴走族とはいえ、もう28歳の30間近の大人なんで、まあノーと言える人だと思うんで、みんな格闘技のやってるトップの人たちは。だから自分の、まあ、トレーナーの教えとかも必要でしょうけど、必要だったらね、教えを恋に行くだろうし、だからあんまその UFC とかもあんまり、まあ確かにとか、それもありっすねとか言ってたから、あんまり興味ないのかなとか、コロナの関係で今は斉藤くんを倒したいみたいな感じなのかなって勝手に思ったんですけど、でもやっぱさすがのミクル選手でも、やっぱマサトさんとなるとやっぱ違うのかなっていう。スパーリングやってほしかったですけどね。相撲も面白かったですけど、でキッド選手の、キッドさんの話も出てきたのも自分的には嬉しくて、でキッド選手を例に挙げると、やっぱちょっとマサトさんが川尻選手とやった時にキッドさんも出たんですよ。僕武道館見に行ったんですけど、そこに平本蓮くんもいたみたいなんですけどね、不思議な感じですけど、その時キッド選手レスリング後オリンピック目指して終わった後にやったんですよ。でその時に本格的になんかキックボクシングみたいの習って、チョンジェヒっていう韓国の選手、まあ、上松さんとも、クレストのコーチの上松さんともやってるんですけど、そのチョンジェヒ選手に普通にキックボクシングスタイルで、真面目になキックボクシングのスタイルでやったら負けちゃったんですよ。で当時のプロデューサーの谷川さんにも、もうちょっと野性味が欲しいみたいなことを言われてたんですよ。僕もそう思ってて、だから話戻しますけど、ミクル選手がもしそのマサトさんの言うような型にはめられたトレーナーをつけて、ガチガチに基本的なことをやった、真面目にやって、それが強くなるかどうかが不安なんですよ。だ、ま、キッド選手が、村浜選手とやった時みたいな感じで、もう惰性でこう野性味あふれる、もう自由な、型にはまらない総合みたいな立ち技をやってる時が一番面白かったじゃないですか。じゃないですかっつって、俺の個人の見解なんですけど、キックボクサー山本キッド則文だったんですよ、チョンジェヒとやった時は。だからチョンジェヒなんて、キックボクサーですから、純粋な韓国のめっちゃ強い。だからそれと、ま、セオリー通りにやったから、綺麗にこう入っちゃったんですよね。あとザンビディスの時もパコーンってやられて、あの時はまだ
まあ、髪型もそうだったですけど、まだその村浜戦の時のようなデビュー、 K1 デビューの時のような感じだったんで、うん、まあ見た目も迫力ありましたし、タトゥーもいい感じだったんですけどね。だから正人選手がアスリートだからアスリートのようなことをしなきゃいけないみたいなこと言ってたんですけど、その何々すべきとか何々しなきゃいけないとかいうのはちょっとあれかなって思うんですよね。まあね、正人さんの話を聞いて勉強になったことも、な勉強とか吸収しようと思ってコラボしたと思うんで、僕は本人じゃないでどう思ったのかは分からないですけど、僕はなんかそう思いましたね。で、名選手がよく言いますけど、名選手が名トレーナー、名選手の助言聞いたところで体はもう違うんで、例えばパンチの打ち方、キックの打ち方、それにしたって骨の長さだ、骨の強さ、あと拳の硬さ、関節の向き、蹴る時も関節の向きだったり足の長さで腰の入れ方、こう伸ばしてやれとかあのアドバイスしてましたけど、ちょっと戸惑ってるというか、ちょっとやっぱあんま人に教わらない人なんでしょうね。やっぱそれに、ね、さっきはミクロはミクロ、マサトはマサトって言いましたけど、で同じ親から生まれた兄弟でもやっぱり全然ね、例えばカイ君とミクル選手だって全然違いますし、流れてる血は一緒でも骨格も身長もね、階級も違うし、だからまあマサトさんにそう言われたからはいやりますとか、マサトさんも、こうやんなきゃダメだみたいな感じではなかったんで、こうやってほしいなみたいなね、出てほしいな、 K1 出てほしいなとかそういう感じだったんで、そんな無理やりっていうわけじゃないですし、正人さんも自体も現場にいないわけじゃないですか。あの解説はしてますけど、まあ、シルバーウルフで指導してるわけではないじゃないですか。だから名監督が名トレーナーになれ、あ、名選手が名トレーナーにならないように、あのマラソンの青山学院の原監督もそうじゃないですか。あの選手じゃなかったじゃないですか。で監督とかね、サッカーの元監督の岡田武史さんだって、あの、まあ、日本代表ではありましたけど、カズとかみたいな感じ、イチロー選手も監督とかやらないし、やっても別に優勝させられるとは限らないしって思うんですよ。だから正人さんの教えをミクル選手がやったところで、そのドラゴンボールで当たるとギニューが悟空と体入れ替わったじゃないですか。で正人選手の気持ちが、あ、正人選手の魂がこうミクル選手に入ったとするじゃないですか。で正人さんのあの脳、正人選手の脳、言いたいことをミクル選手で自分で試してみるとするじゃないですか。多分、うん、うまくいかないと思うんですよ。だからそれぐらい違うんですよね。アドバイスとしては一応取り入れるみたいなね。僕の好きな筋トレもそうなんですけど、であとこの初めて聞いたのが、初めて言うって言ってたんですけど、あの K1 が落ち目の時にそれも理由の一つだったみたいな、やりきったのもあるけど理由の一つだったみたいな、俺絶対そうじゃないかなと思ってたんですよ。経営が傾いてたっていう。でちょうどいい時にお辞めになったじゃないですか、正人さん。だからいい時に辞めたなと思って、もしかしてみたいなね。で僕谷川さんの本とかも読んでるんで、でその今ライジン、ミクロ選手が言ってて、ライジンはその昔の K-1 に似てるってことですか。俺まさにそれはずっと思ってて、だからライジン心配なんですよ。メイウェザー呼んだり、もうそもそもギャビ・ガルシアっていうめちゃめちゃでかい女性選手
読んだ時からもうあれと思って、でゴミ VS 工事の時も思いましたし、あーこれちょっとやばいなみたいな。で K1 はだから天心対タケルを簡単にやらないのも K1 が固くなにあの5のを出してたと思うんですよ、予想ね。っていうのはそれそういうのやっちゃうと後が困るじゃないですか。だから僕が危惧してるのは天心、まあもうタケル選手は30歳なんで、まあ引退試合もしくは引退間近、マサト川尻戦みたいにそんぐらいのタイミングでもしやるんだったらやるのかなって思ってるんですよ。でもタケル選手はそれで引退だからいいじゃないですか。今度6歳も下の天心選手がタケル対、天心以上の盛り上がりが出るような試合ができるのかっていうのが心配なんですよ。ライジンだろうとなんだろうと、だってメイウェザーだって、堀口だって堀口戦だってそんな言うほど盛り上がったかなって感じなんですよ。あの知らない人は注目するでしょうけど地上波で、やっぱり格闘技ファンが一番楽しめなきゃダメだと思うんですよ。で僕もそもそも総合格闘技はそんなに好きじゃなくて、ストライカー系があんまりないじゃないですか。青木選手は青木選手の試合は別に好きじゃないんですけど、青木選手の言ってることは好きです、はい、筋が通ってるっていうか。だからマサトチャンネルに出てほしいのは青木さんですね。ちょっと仲悪そうなんでちょっと見てみたいなと思いますね。あの自演オツ戦の時の恨みがあるみたいなんで、青木さんはなんか話聞いてると。僕はどっちも好きなんで、でも水と油な感じがしますね。畑も違うし。だミクル選手と青木選手も対談してほしいなと思いますし、もう重鎮になってきてるんで、青木さんも僕なんかよりは年下なんですけど、発言的に佇まい的にはもう長老みたいな感じですよね。なのであとマサトさんってお兄さんいたんですね。弟さんかと思ってました。